製品の摩擦力を変更する方法を説明します。スロープから円柱を落とし、円柱の摩擦力の確認や変更を行います。スロープを作成します。E カタログのタイプ別モデル。フィジックスを選択します。アローズコライダーを追加します。コンポーネントプロパティウィンドウの RX を90にし、 X 軸に沿って円柱を90度回転します。レンクスを1500に変更し、傾斜を緩やかにします。円柱を追加します。E カタログのタイプ別モデル。フィジックス。シリンダーコライダーを追加します。ツール。スナップを選択し、円柱をスロープの上面に移動します。傾斜に合わせて斜めになりました。水平に戻します。 コンポーネントプロパティウィンドウで Y 軸を中心とした回転を0にします。RY のアイコンをクリックすると0になります。マニピュレーション。移動を選択し、円柱の Z 座標が約1000になるよう、プラス Z 軸方向に移動します。シミュレーションを実行すると物理演算がオンになりますが、 円柱は落下しません。物理の影響を受けるコンポーネントを作るには、物理エンティティービヘイビアを追加する必要があります。シミュレーションをリセットし、円柱に物理設定をします。コンポーネントプロパティウィンドウのフィジックスエンティティタブを開きます。物理タイプを確認すると、デフォルトで気候が選択されています。物理タイプを物理内に設定します。 物理内は重力やコンポーネントに外力が加わることで、コンポーネントが動作します。シミュレーションを実行します。円柱がスロープに落下し、滑り落ちた後、転がります。シミュレーションをリセットします。摩擦は、円柱がスロープに衝突するときの弾性力、スロープ上に円柱を維持させるための摩擦力。 円柱の運動力と速度を考慮する必要があります。円柱をより高い位置から落下させると速度が大きくなり、衝突する時の弾性力も強くなりますが、それには摩擦が影響しています。円柱を低い位置から落とすと、どのように動作するのか確認します。マニピュレーション。移動が選択された状態で、円柱の Z 座標が約600になるよう、 マイナス Z 軸方向に移動します。シミュレーションを実行します。円柱がスロープに落下し、滑り落ちた後、転がります。高い位置から落下させた場合に比べ、摩擦の影響が大きくなり、滑り落ちる速度が遅くなったことがわかります。シミュレーションをリセットします。円柱を高い位置から落とすと、どのように動作するのか確認します。 マニピュレーション。移動が選択された状態で、円柱の Z 座標が約2000になるよう、プラス Z 軸方向に移動します。シミュレーションを実行します。円柱がスロープに落下し、滑り落ちた後、転がります。低い位置から落下させた場合に比べ、摩擦の影響が小さくなり、滑り落ちる速度が速くなったことがわかります。シミュレーションをリセットします。 円柱の高さを約700にします。マニピュレーション。移動が選択された状態で、円柱の Z 座標が約700になるよう、マイナス Z 軸方向に移動します。シミュレーションを実行します。円柱がスロープに落下し、滑り落ちた後、転がります。シミュレーションをリセットします。円柱がスロープを滑り落ちた後、転がらないよう、 摩擦の設定を調整します。モデリングタブを開きます。コンポーネントグラフウィンドウのビヘイビアがオンになっていることを確認します。シリンダコライダー、ビヘイビア、フィジックスエンティティを選択します。プロパティウィンドウを確認すると、静止摩擦と動摩擦の項目があります。静止摩擦は、物体が静止している時に働く摩擦力のことです。 銅摩擦は物体が動いている時に働く摩擦力のことです。デフォルトでは0.5が入力されています。静止摩擦と銅摩擦は摩擦係数で表されるため、数値は0から1の範囲になり、数値が大きいほど摩擦力は大きくなります。銅摩擦と静止摩擦に0を入力します。シミュレーションを実行します。 円柱がスロープに落下し、滑り落ちた後、摩擦力が小さくなったため、そのまま転がらず遠くまで滑ります。シミュレーションをリセットします。摩擦力を調整する場合は、段階的に数値を変化させると、調整しやすいです。通常、まずはデフォルトでテストし、次に全ての摩擦力を0にしてテストし、その後、静止摩擦が1。 同摩擦が0の場合のテストを行います。静止摩擦に1を入力します。シミュレーションを実行します。円柱がスロープに落下し、摩擦で止まります。シミュレーションをリセットします。静止摩擦に0、同摩擦に1を入力します。シミュレーションを実行します。円柱がスロープに落下し、摩擦で止まります。 シミュレーションをリセットします。銅摩擦を半分の数値にします。銅摩擦に0.5を入力します。シミュレーションを実行します。円柱がスロープに落下し、滑り落ちた後、転がります。シミュレーションをリセットします。円柱が転がらないよう、調整します。銅摩擦をさらに半分の数値にします。 同摩擦に0.25を入力します。シミュレーションを実行します。円柱がスロープに落下し、滑り落ちた後、そのまま転がらず滑ります。シミュレーションをリセットします。円柱の角度を変更し、動作に問題がないか確認します。コンポーネントグラフウィンドウのルートノードを選択します。マニピュレーション。 移動が選択された状態で、円柱の RX が約35になるよう、X 軸に沿って円柱を回転します。シミュレーションを実行します。円柱がスロープに落下し、滑り落ちた後、転がります。シミュレーションをリセットします。動作に問題がないように見えますが、摩擦の設定を変更し、動作の変化を確認します。 コンポーネントグラフウィンドウのフィジックスエンティティを選択します。静止摩擦に1、同摩擦に0を入力します。シミュレーションを実行します。円柱がスロープに落下し、スロープ上をカーブしながら側面から落下します。シミュレーションをリセットします。スロープの側面から落下しないよう、調整します。静止摩擦を半分の数値にします。 静止摩擦に0.5を入力します。シミュレーションを実行します。円柱がスロープに落下し、スロープ上をカーブしながら、滑り落ちる途中でスロープの側面から落下します。シミュレーションをリセットします。静止摩擦をさらに半分の数値にします。静止摩擦に0.25を入力します。シミュレーションを実行します。 円柱がスロープに落下し、滑り落ちますが、スロープを滑り切る直前に、側面から落下します。シミュレーションをリセットします。円柱がスロープ上をカーブせず、滑る勢いを維持するためには、銅摩擦が必要です。銅摩擦に0.25を入力します。シミュレーションを実行します。円柱がスロープに落下し、滑り落ちますが、 スロープを滑り切る直前に、側面から落下します。シミュレーションをリセットします。銅摩擦を2倍の数値にします。銅摩擦に0.5を入力します。シミュレーションを実行します。円柱がスロープに落下し、スロープ上をカーブしながら、滑り落ちる途中でスロープの側面から落下します。シミュレーションをリセットします。 動摩擦をさらに2倍の数値にします。動摩擦に1を入力します。シミュレーションを実行します。円柱がスロープに落下し、スロープ上をカーブしながら、側面から落下します。シミュレーションをリセットします。円柱のカーブが強くなったため、動摩擦を0.5に戻します。動摩擦を一通り調整したため、 静止摩擦を変更して調整します。静止摩擦に0.1を入力します。シミュレーションを実行します。あまり動作に変化が見られないことがわかります。シミュレーションをリセットします。静止摩擦に0.3を入力します。シミュレーションを実行します。スロープ上でのカーブが少し強くなり、先ほどよりも早くスロープの側面から落下します。 シミュレーションをリセットします。静止摩擦の数値を大きくするとカーブが強くなることが分かったため、静止摩擦をゼロに戻します。シミュレーションを実行します。円柱がスロープに落下し、スロープ上をカーブしながら、滑り落ちる途中でスロープの側面から落下します。シミュレーションをリセットします。同摩擦に0.25を入力します。 シミュレーションを実行します。円柱がスロープに落下し、スロープ上から途中で落下することなく滑りきることがわかります。シミュレーションをリセットします。製品の摩擦力を変更する方法の説明は以上となります。ご視聴いただき、ありがとうございました。